今日の北海道ですけれども上空に強い寒気が流れ込んで大気の状態が不安定です、えー、雨に加えて雷にもお気をつけくださいまず天気図をご覧いただきましょう午前3時の実況図です北海道に今近づきつつありますこの低気圧上空に強い環境を伴っておりまして、えー、この後明日にかけて北海道通過していく見込みです、えー、大気の状態が不安定、まあ、雷雲まで発達をする可能性があるんですねでその雨雲の動きをご覧いただきましょう、えー、もう すでに北海道北部では朝から雨の降っているところがあります。でこの後日中に関しては日本海側の各地にこの雨雲が拡大をする見込みです。えー、一部発達した雲も含まれる予想でして、まあ落雷や突風、また荒れや氷、えー、そういったものにもお気をつけください。えー、夜にかけてこういった雨の影響、雨雲の影響を受けるということになりそうです。 天気アイコンでまとめてご覧いただきますと、えー、ご覧のとおり日本海側を中心に雨を予想しております。まあ、多少晴れ間が出ていたとしてもですね、まあ、午後、特に後ろの時間ほど雨の降るエリアが拡大をする見込みです。えー、朝雨が降っていなくても、今日は雨具を持ってお出かけください。えー、最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。